本日はブロックチェーングローバルガバナンスカンファレンスフィンサムブロックチェーンビジネスご参加をいただきまして誠にありがとうございますではお時間となりましたのでこれよりビットコインコミュニティをテーマにパネルディスカッションを始めてまいりましょうそれではパネリストの皆様からご紹介を申し上げますクリフトガレージ COO 加藤幸三様 チェイントープ CTO 安土重幸様マサチューセッツ工科大学デジタルカレンシーイニシアティブリサーチサイエンティストタデウス・ドライジャ様ドライジャ様リモートにててご参加をいいただいておりますそして本セッションのモデレーターをお務めをいただきますのはデジタルガレージ DG ラボ CTO 渡辺太郎様でございます。 では早速ではございますがここからの進行渡辺様にバトンタッチをさせていただきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえっと、えー、このカンファレンスほとんどセッションがあの英語で行われてたと思うんですけれどもえっと今日はですねまあ、えー、ここにあのオンサイトで揃っているメンバーが日本人ということとあと実はあのリモートで参加してもらっているえっ、ー、とドライジャさんが えと実はえ日本語が堪能ということでえちょっと異例ではありますけれども日本語でセッションの方をえ進めさせていただこうというふうに思いますでえっとまあこのセッションの目的としてはですねまあビットコインっていうものに対してえ正しい理解を持ってほしいなまあ我々からすると少し誤解を 持っていたりだとか、あとはまあ部分的な理解をしか、えー、あの浸透していなかったりだとか、まあ、そういうちょっとしたジレンマがありまして、まあ、そういうものを解消できたらいいなというところと、えー、それから、えー、技術的なちょっと話題にも触れつつ、えー、と最後は、えー、ビットコインを取り巻くビジネスみたいなものにも、えー、話ができたらいいなというふうに思っております。ので今申し上げたテーマ うううような各エキスパートに今日はご登壇いいいいただいているという形です、はい、ではまずあの簡単にえまあ10秒程度でえっと各自治ご紹介をえお願いしたいと思うんですけれどもまずじゃあ安土さんからお願いいたします。はいえー、チェントップの安土といいます、えー。2015年ぐらいからですねあのビットコインのライブラリであったり、まあ、ビットコインの上に あのニートークンをえまあ流通させるようなライブラリのですね開発をしながらまああのいろんなあの企業様と一緒に実証実験とかえ主にあのパブリックブロックチェーンを活用したプロダクトのですね開発とかをえやらせていただいてますどうぞよろしくお願いしますはいでは次にえっとドライジャさんお願いしますあはいえっ、ー、とマサチューセッツ工科大学のえっとドライジャと申します。 えとビットコインは多分2011年から、えー、と興味があって、えー、と最近、えーと、ビットコインを強まるという研究を出します、えー、とほとんど5年前、えー、とビットコインライトニングネットワークというあの新しい技術を発明して、えー、とその次あのディスクリート・ログ・コントラクトのスマートコントラクトのシステムを作ってで今の研究は U3X を、えー、ビットコインをもっと小さく早くしますの研究です。 はい、ありがとうございます。えー、では最後にえっとクリプトガレージの加藤さんお願いいたします。はい、えー、クリプトガレージの加藤と申します。えー、私はあのエンジニアではないんですけれども、まあこのビットコインコミュニティ、ビットコイン技術を使ったまあビジネスをやっている人間としてビジネス観点からあの議論に貢献させていただければなと思いますので。よろしくお願いします。はい、えー、っとそれでは早速始めていきたいと思うんですけれども、えー、まず最初のお題としてはまあすごくシンプルな。 お題なんですけどビットコインとは何ということに関して、えー、ちょっとこれいろんな側面があって一概に語りきれないところだと思うんですけども、まあ、あえてシンプルなタイトルにしてちょっとこれを、えー、パネリストにちょっとぶつけてみたいと思います、えー、とまずじゃあ、えー、とドライジャーさん、えー、とビットコインとは何でしょうか <laughs> あの非常に殺しにくい、えー、とインターネットのシステムですあの、まあ デジタル通貨だけど、えーと、他のこの前にもこの後にもデジタル通貨があるけど、えー、とビットコインのシステムには一、えー、つのパソコンを、えー、とオフしても、いっぱいのパソコンをオフしてもビットコインが残ります。えー、とビットコインを消えるのは、えー、とほとんど全部のビットコインのパソコンを消さ,消さないとビットコインが残ります。えーと まあ最初に読んだときにあこれがすごいね、なんかこれがずっとありますね、とといいいううシステムはい、ありがとうございます、えっと、それからあのドライジャーさんはまあ現役のビットコイン開発者、リサーチャーとして今でもそのビットコインの開発者に携わっていらっしゃって、えー、ビットコインコミュニティの中にまあ存在していらっしゃるということですけどビットコインのコミュニティっていうのはどんなコミュニティなんですかね。 コミュニティという言葉よく聞,き聞こえますけどあんまり使わないなんかビットコインのデベロッパーがい,いっぱいの人が、まあ、い,るいます。うん、そしてビットコイン、例えばビットコインのクばビットとかフィルターとかビットコインのオンラインコミュニティあるけど、えっと、実際は、えっと、ビットコイン使う人がコミュニティのメンバーではなくてただ自分で使える。 あのわ私な、誰も話さなくてビットコインをダウンロードして使えるあのビットコインのデベロッパーには、まあ、コミュニティがあります、えっと、よく、まあ,あまり大きくない、えっと、ビットコインのソフトを作っている人は多分世界に100人以下、ね、あのだからよく会議があります例えば DigiLab にたあの2年前 会議がありましたとか、えー、と多北アメリカにもどこ,どこかにもあの、まあ、40人、50人の人が、えー、と話しますとか作研究します、うん、でも、えーと、そのコミュニティにに参加し,しなくてもビットコイン全然使えるそしてあのデベロッパーにも無機、えー、目のデベ,デベロッパーも来ますよくインターネットに人の名前知らない顔も知らない けどこの人はえっとビットコインの強まるビットコインの新しいことを作ったとかでみんなああ読みます、えっと、そういう,というちょっとアノノニメスのコミュニティのがビットコインの面白いことと思います先ほどのイーサリウブのセッション私聞いてたんですけども、まあ、イーサリウブは数千人のデベロッパーがコミュニティにいるということでしたけどもビットコインは100人ちょっとということでもうかなり差があるかなっていうのは特徴的かなと思います。 えっと、じゃあ次にあの安土さんにお聞きしたいんですけれども、そういうそのビットコインを開発している、えー、人のたちの中で、まあ、ビットコインというのはオープンソースプロジェクトですけれども、えー、企業としてあの参入、貢献している、えっと、安土さんの会社もそうだと思うんですけれども、会社があるんですけれども、えっと、この企業にはどんなところがあるんでしょうか、またその目的は何なんでしょうかねそうですね。<laughs> 私の会社の場合は、まあ、あのいその主にあのアセットですよね、カラードコインとかは言われてましたけど、そういったアセットを、まあ、ビットコインの上に載せることで、まあ、あの単純な送金以外のいろんなあのユースケースが、まあ、ビットコインのブロックチェーン上でできるんじゃないかということであの、まあ、そういった技術を、えー、作りながら、まああの、そういったのを、まあいまあ、開発しやすくするというか。 え既存のなんかウェブアプリケーションだったりスマートフォンアプリケーションに組み込みやすくするためのまあライブラリとしてえそういったライブラリあのビットコイン関連のだったりまあそういったトークン関連のえライブラリを開発してるんですけれどまあそういったのであのまあ あの結構共通して使えるものが多いので、まあ、どうせだったらそういうふうにオープンに、まあ、オープンソースとして公開することで、まあ、いろんな方の目に触れるでしょうしまたあのいろんな人の役に立ったり逆にあのフィードバックをもらえるというかあのここまずいんじゃないのとかですね新しい機能のフィードバックをもらえるというのがまあ結構まあオープンに公開することのメリットでもあるのかなと思います。でまあ、あの結構そうですねあのいろんな ビットコインコア自体はあの一つの C++ で作られたソースなんですけど、まあ、それを付随するライブラリとかはあの、まあ、いろんな言語で,です、ね、開発されているので、まあ、世界各地で,です、ね、そういったあの開発のコミュニティっというのは、まあ、あの同時にあの存在していて、まあ、切磋琢磨しているというのがチェイントープさんをはじめとしてそのビットコイン自体の開発に携わっている り企業、法人というのは国内ではあの海外は多いと思うんですけれども国内はあの、まあ、かなりこうマイノリティだと思うんですけれども例えばどういう会社があのそういう会社あの開発に携わられているかとか具体的な名前で教えていただくことでできますすかねねそうですねビットコインというと、まあ、あの同じ福岡にあるナユタさんとかは、うんまあ、ビットコインの上に乗るあのオフチェーンのライトニングネットワークのノードを をえー、実際に実装されてたり、えー、しますし、まああのーまあ、そういったセカンドレイヤープロトコルというと、まあとでお,お話もある、あのー、クリプトガリーさんも、あのーまあ、そういった、あのー、具体的なあのビットコインで動くアプリケーションというのを開発されている、えー、企業さんかなと思いますね。はい、あちょっとここであの自己紹介するのを 自分で忘れていたのを今思い出したんですけどもあの私、えっと、先ほどちょっと紹介軽くあったように DG ラボという、えー、研究開発機関、まあ、デジタルガレージという会社の中にある部門なんですけれども、えー、で、えっと、ブロックチェーン CT をしておりましてエンジニアのチームを率いておりますそこでもあのビットコインの開発を、えー、行っているということで、まあ、先ほど淳さんから挙げていただいたあの日本の企業の中でも、まあ、かなり、えー、なんか のでもまあコミュニティと言えるんじゃないかなと数少ない、えー、ビットコインを開発している日本の会社であるというのは言えるんじゃないかなというふうに思いますはいじゃあちょっと次の質問に移りたいと思うんですけれどもちょっといきなりあのあれ聞に変わらない聞に変わりますあじゃあまずはちょっと質問からいきますけれどもえっと よくいろんな、まあ、仮想通貨であったりとかブロックチェーン技術って今先ほどのイーサリウムなんかも含めていっぱいあると思うんですけどビットコインって結構昔からあるあの仮想通貨ではあるので、まあ、ちょっと今は古いよみたいにもっと新しい仮想通貨あるよとか。 まあブロックチェーン的な側面でいくとブロックチェーン1.0なんて言われたりとかえしてちょっと古いまあ技術みたいなイメージがあると思うんですけれどもえと実際ビットコインってこう古いものなんでしょうかえちょっとこれも安土さんにお聞きしようかなと思いますそうですね、まあ、歴史的には一番古いく、えー、まあここから始まったっていうコインじゃないかなと思います、まあ、2009年からなんでもう10年以上 あの止まらずに動き続けているという意味では、まあ、古いかもしれないですけど、えーまあ、ただまあ一方ですねいろんな改善というのも進んでいるので、えーまあ、必ずしも、えーまあ、ずっと古いコードベースのまま何も進化していないということではなくて、まあ、いろんな改良が加えられてきていますし、まあ、2017年から あのビットコインの上に乗るライトニングネットワークも実際にそのメインネットで決済できるようなのが、えー、スタートして、えーまあ、その上でさらに、まあ、問題点を改善しようという、まあ、そういった取り組みというのはもう日々、今も、えー、続いていてわり、えー、とあの最先端で、まあ、いろんな問題が出てはその問題をどうクリアしていくかという研究が、まあ、継続して続いているのが現状かなと思います開発地では今でも非常に活発で。 あのオンゴイングなプロジェクトであると言えると思います。むしろ昔よりもどん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 こうあのスピードが上がってきているようなところもあるかもしれないですね。そうですね。うん、で、まあやっぱりあの分,分散環境でどうやってこう安全性を担保するかっていう意味では、よりその堅牢なネットワークを作るためのまあ単純なパフォーマンス以外のところもですね含めてあの進化新しい機能がどんどん入っているっていうのが現状かなと思います。うんうん、ありがとうございます。 はい、で次の、えっと、課題なんですけれども、えっと、よく耳にすることはビットコインってスケールしない、ほ、まあ、他のブロックチェーンなんかがあのこう自分の機能性をアピールするときに、ビットコインの何百倍のスピードが出ますとか、まあ、そういうあの話がこうアピールに、ポイントに使われたりすると思うんですけどもあの、ビットコインっておすあれですか、ね、遅いんですかね、スケールしないんですかねっていうところをちょっと。まあ これに対する答えを持っているであろうえっとドライジャーさんにちょっと聞いてみたいと思います。ビットコインってスケールしないんでしょうか。はい。あの確かにえっと最初からこういうも問題という質問があります。えっとそして他のブロックチェーンよ,よく読みます他の技術あの論文とか読むけどあこれがビットコインの100倍の速さ100倍のいつも 若干違うシステムですなんかビットコインの、えっと、同じルールじゃないビットコインの同じ、えっと、範囲に動けないとかでスケールえっと確かにビットコインのスケーラビリティがも難しいでもえっとビットコインによく研究してえっとビットコインある意味でスケーラビリティが良いえっと例えば ビットコインのコンセンサスのシステム、プローフ・オフ・ワーク、中本コンセンサスという。それ、すごいいいスケーラビリティ。えっと、何億、何兆の,のハッシュなななん、いっぱいのパソコンが計算して、であの1秒以内で全部あの確かめる、自分のパソコン、携帯でも。So, でそして新しい技術、例えば Lightning Network とか今の研究している U3XO。 えっと、ビットコインのシステムを変わらなくても、えっと、スケーリングが強まるとかはできます、えっと、確かに、えっと、他のシステムに、えっと、スケーラビリティの研究がありますで,でも本当にいいシステムが発見されたら、えっと、多分ビットコインも変われる、えっと、ビットコインがなんていうソフトフォークというあの、えっと、ソフトの ソフトウェアが違うになるとかシステムありますで、えー、と本当にビットコイン以外からああすごい派遣とかあればビットコインにもそういう,そう,いうこと使えるけどほとんどの論文が you know これが1000倍1万倍とか普通は、えー、とあこれがビットコインのシステムと違うねなんかビットコインの同じ使い方と違うだからあのなんていうあんまり比べない そういう数字とか。うん、あの条件が、前提条件がちょっと違うってことですよね。スピードを比べるための。はいはい、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃ、次の設問に移りたいと思うんですけれども、えっと。 ま昨日からちょっと自分もいくつかセッションを聞かせていただいたんですけれども、結構、当たり前みたいにスマートコントラクトを使ってっていうあの話がセッションの中で出てきていて、まあ、かたやビットコインというのは、スマートコントラクト、まあ、イーサルウムみたいなスマートコントラクトってないんだろうかなみたいな、そんな認識を持たれている方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、えっと、この辺については、どうなんでしょう、安土さん。 そうですね、まあ、ビットコインの場合は、まあ、あの国会化ギャングを使ってそのコインの所有者っていうのが、まあ、あの状態遷移するんですけど、まあ、あのその、まあ、遷移する受け渡しがちゃんとあのいわゆる国会化ギャングを使った電子署名をあのちゃんとチェックするっていう、まあ、そういうのをあの全部スクリプトで えー、書くようになっているので、えーまあ、そういったスクリプトっていうのは、まああの、そういった単純な電子署名の検証だけじゃなく、まあ、いろんなあの機能をですね、スクリプトを組み合わせることによって、えー、実現できるという、そういった意味では、まあ、あのスマートコントラクトを備えていると、えー、言えるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、単純に、まあ、イーサリアムと違うのは、まあ、そういった、まあ、ループみたいなチューニング完全なプログラムが実行できるかできないかっていう。 まあ、あの差でしかないかなないいとは思います、ねはいでまあ必ずしもそういったコントラクトを本当にオンチェーン上でやらないと、えー、やる必要があるかどうかっていうのは、まあ、あの考慮のすべきポイントでビットコインよりももっとあの極端にこうできることを減らしたブロックチェーンですねなんかミンブルウィンブルとかそういったプロトコルもあるのでまあ何を本当にこうブロックチェーン上であの執行すべきかっていうのはよく考える必要があるかなと思います。 さらにあの、えっと、加藤さんのところのクリプトガレージは最近、えー、DLC という技術を使った P2P デリバティブという、まあ、いわゆる、えー、ビットコインプロトコルを使ったあのスマートコントラクトのライブラリなんかを発表しておりますけれども DLC という技術自体は実はそのドライジャさんが、えー、発明したあの <laughs> 技術で世に出したもので、まあ、それを、えー、クリプトガレージという 加藤さんの会社が応用して、まあ、ライブラリ化したというものを最近出したんですけれども、まあ、そういう意味ではあのクリットガレージとしての,そのスマートコントラクトとの,その,なんていうの、ね、関わり方みたいなものってね今どの辺のところまで来ているんでしょうか。 ご存知かとは思いますけどやはり先ほど淳さんからもあったように、えー、ビットコインで、えー、スマートコントラクトできますかという単純な質問がもし仮にあったとすれば、まあ、確かにそのスクリプトに例えば イフ分はあ打てますしという形で何かこう条件をつけたその動作というのはもちろんできるとただ、やはりあのビットコインの田ジ、まあ、さんとかも、まあ、皆さん詳しいかと思うんですがあのこの微妙なバランスで保っているこの状態をこういかに壊さずにそれを実現するかというのがやはり、まあ、一番あ課題かなと思っていて、えー、先ほど安土さんがおっしゃっていたように たようにまあ、オンチェーン上でやるのかやらないのかっていうのもありますし単純にその条件文をスクリプトに書いて執行すればじゃあそれが本当に何でしょうか、ね、経済的な意味合いも含めて実現、えー、と起こり得るのかっていうところって結構やっぱり、まあ、例えばその懲罰モデルがどういうふうになってたりとかどのようにその相手と信頼を置かずにその経済効果を得られるのかっていうのが単純にそのスクリプトの問題だけじゃない部分っていうのも結構あるかなと思っています。 でそれらをこう正しくう想定通りに動かすっていうところがやはりまあ、コミュニティであったり、まあ、周りのそのいろんなユースケースを考える人たちの検証を経てまあ、世に出ていくのがまあ大切なのかなというところで、まあ、我々その DLC を使ったまあ一つの まあユースケースというのをまあ世に出してはみましたけれども、まだまだやはりこの1つのアイディアをベースにいろんなところで検証して、要は穴がないかとか、ですね本当にこれがまあ有益かというのを、これからいろんな各方面、各視点で検証していくというのが、このビットコインの、なんでしょうね、もともとのコミュニティの考え方であったり、文化に合うのかなというふうに考えていますありがとうございます。 そうですねあのちょっと少し違う視点から自分の方からあの個人的なえっと意見として補足させていただきますとまあよくそのイーサリウムで使われるあのスマートコントラクトというのは非常にフレキシブルでまあチューリングコンプリートなのでまあ基本的にはどんなこともできるみたいなあの話があるんですけどなんでビットコインでそれができないのかっていうのはまあ技術的な話をあのちょっと突き詰めていくと分かりづらくなってしまって。 んです,けれどもすごいシンプルに言うと、えっと、やっぱり、えー、何かしらのトリガーを、えー、ベースに、えっと、お金が動くっていうのは自動,自動で執行されるお金が動くっていうのは非常に何て言うんですかね、えっと、セキュリティを要求される、えー、場面なんだと思います。でなんでそれに対して、えっとこうまあ、手軽で、えー 手軽なんだけども、えっと、ちょ一歩間違うと脆弱になってしまうような仕組みっていうのも,ものはビットコインには、えっと、適用することはできないっていうのは、まあ、デベロッパーコミュニティの中の、まあ、暗黙の了解というか常識になっていましてでそれがゆえに、っと、ビットコインが目指すスマートコントラクトっていうものについてはもう非常にそのセキュリティ面であるとか安定性であるとかっていうものに対して、えー、非常に厳しい慎重さが求められているっていうふうなあの実情が ありますなので、えっと、もちろんあのイーサリウムレベルの,あのフ,レキビフレキシビリティを持ったスマートコントラクトっていうものを、えっと、目指してはいるし最終的には出来上がると思うんですけれども、えっと、イーサリウム以上に、まあ、イーサリウムばっかりちょっと例に出して申し訳ないんですけれどもいわゆる、まあえー、他のブロックチェーンで言われているようなスマートコントラクト以上に、えー、大変慎重に まあ開発を進めている考え方を進めているえ完璧なものとして作り上げようという,えっとこう指向性が働いていてでそれに対する技術的なジレンマであるとかっていうのに今まあ現場はあの苦労してやっているとでさらにあのまあ加藤さんのいらっしゃるようなクリプトガレージっていうところはもうえっとそういうもののプロトコルがまあほぼほぼえまあ イーサリウムに比べるとプリミティブなものですけれども、えっと、そろそろ出来上がってきているので、えっと、ちょっとずつ試していこうかというフェーズになってきていて最近、ビットコインベースのスマートコントラクトの研究というのはあのかなり論文ベースでいっぱい世界中で,出て,きたりするので出てきたりしているので、えー、まあそういうものも含めて、えっと、開発が進めば、えー、非常に面白い展開になってくるんじゃないかなというふうには、えっと、個人的には思ったり。 していいますはい、じゃあちょっとここであの技術的な、えー、ポイントにちょっと触れてみたいと思うんですけれどもあんまり細かいちょっと技術の説明をしてもあの難しいかなとも思いますので、まあ、今現在あのビットコインの,そのデベロッパーコミュニティでホットな、えー、注目技術についてちょっと,、えー、とドライジャーさんの方から、えー、簡単に紹介していただいてもよろしいでしょうか。 今の、see 次の、えー、とビットコインの,あの変わること、新しいこと、たぶん、シノアタップルート。えーとえーノーえー、ビットコインの基本のことは、えー、とデジタル証明、っ、えー、といのャーイン印鑑みたいな感じであ、じゃあ私のお金がここに送ります <laughs> んで。そういう証明をもっと強くするとか、えーと モルティセグとか2人3人4人の同じことを証明するがもっと強くするもっとフレクシブルになる、えー、とそしてちょっと簡単のスマートコントラクトをサポートするの、えー、とソフト、えー、と例えばあの今日ならこの2人の証明な,なら送れるまたは、えー、と明日なら この他の3人がサインできるとかそう,そういうあの、まあ、お金を動かすだけどスマートコントラクトというそういうシステムは s h o r t a p r o o t 多分今年中に、えっと、ビットコインに起こる、うん、そして他のジェレミー・ルーベンが作っているの、えっと、スマートコントラクトのシステムも、えっと、それビットコインに入れるか分からないけど、えっと、そういう研究が今よくあります。 そして私が作っている Utrex は、ビ,ビットコインのパソコン、ビットコイン使ったなら、結構重い。自分のノートパソコンにビットコイン使ったら、ビットコインコアなら、数百ギガの,のスペースかかるし、メモリーいっぱいかかるとか。で、Utrex の目的は、それをすごく小さくする、え。っと スペースがギガバイトじゃなくてキロバイトみたいなののレベルのサイズになるでそういうことう、うんはい、ね。基本的にはス,あのー、スケーラビリティを向上させるために今結構革新的な技術があのかなりホットになってきているということでしかも導入も、えー、間近になってきていてあのデベロッパーコミュニティもまあそういうものの えと技術的にレビューしたりだとかっていうものが非常に活発になってきているというところが今ホットなんじゃないかなというふうに思いますはいそれからえっと今度はちょっとビットコインにまつわるえっといわゆるビジネスですねサービス開発をすることまあビットコインに限らずまあ仮想通貨ビジネスっていうとまあ日本だとあの仮想通貨取引所が まあ代表格というか一般的でまあそれに派生するようなあのビジネスも出てきてはいますけれどもえっとこういうものってあのまあ結構取引所以降何て言うんで,んですかねキラービジネスというかそういう成功例 大成功例みたいなものっていうのが、えー、とあんまり目立,った目立ってないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それは何かこう理由があるんじゃないか何かハードルがあるのなのかそれとも技術的な障壁がある,あるんじゃないかとか、まあ、いろいろなんか想像できるわけなんですけれども実際その加藤さんのいらっしゃるクリプトガレージも、えー、と仮想通貨取引所ではないんですけれどもビットコインを使った、えー、とビジネスを、えー、構築していてで、えー、とそれをまあ、えー、実際の事業として 高めてていいこうというと取り組みを行ってますけれども実際にその現場で加藤さんがこう、えー、そのビジネス構築に携わってサービス開発に携わっていながら、まあ、どんな障壁とか、まあ、どんな課題とかあとどんな優位性とか、まあ、えそれの辺の現場に携わっていながらの現状の,その考えみたいなものを教えていただけたらと思います。 ちょっと私もあのガリガリのエンジニアゴリゴリのエンジニアではないので,です、ね、ちょっとそれは違うと言われてしまうかもしれないんですがあの、まあ、我々としてそのビットコインの技術を使って、えー、ビジネスを構築するというところで、まあ、ビットコインでご存知はあのオープンソースなんで。 誰でもやろうと思えばできるんですよね。誰でもやろうと思えばできるんですけど、もうじゃあ実際にそれをこうビジネスとして提供するというのよと、まあ会社としてのその責任とかいろいろありますが、そういう部分を超えて、えー、誰でも扱えるかっていうと、そこにはまだやっぱり大きなギャップはあるかなと思っています。で具体的にはというところなんですが、例えば。 ビットコインの技術を使って何かのサービスを提供するときに当然そのサービスを作る過程ではまあいろんなものを作って検証してでそれが動くかテストしてテストするためにもまあいろんなものが必要になってっていうまあいわゆる普通のシステム開発のステップがあるかと思うんですけれどもやっぱりビットコインってそういう細かいところあんまりないんですよねでコアの方々に言わせてみればまあできるだろうとオープンソースなんだからそれを見ればできるだろうという話なんですが 確かにできる確かにできるんですけれどもやろうと思えばただそこを超えてサービス提供に行くまでにやっぱりすごく時間がかかってしまうんですねで我々のそのサービスをやりたい人ビジネスをやりたい人としてはそこの開発を,すをしっかりと回してプロダクトをデリバリーするまでのこの距離が特にコアではなくてそこから先サービスを提供することのビジネスがコアなのでなるべくスキップしたできるもんならスキップしたいと。 けれどもまあ、よくあの最初に会社を作ったときに現場のエンジニアと言ってたんですが建物を建てる上でトンカチかでみんなトンカチから作り始めないといけないと、まあ、じゃあテストをするにもテストをするためのツール、まあ、いろんなのを組み合わせてシステムをテストするわけなんですがそのテストをするためのツールも自分たちで作らなきゃいけないと。 ライブラリーとかはあ、まあ、あのいろんなところを使って、えー、効率よく進められる部分もあるんですがじゃあこのテストを自動的に試合とかサークルでこう回していったりあとはじゃあその運用をする上でこういう部分の運用をここで監視して,ここで監視してそれも全部自分たちで作らなきゃいけないとと,いところでビジネスに行くまでの距離感がすごくあるんですよね。このの辺をこう埋められるよううなサービスっていうのが まあ、オープンソースですといろいろあるかと思うんですよ監視するためのツールとかそれをうまく実装するためのサポートの開発の検証ツールであったりとかそういった周辺のものがこう出揃ってくるといわゆるビットコインを使ったビジネスというのの距離がぐっと縮まってでその事実を持ってそれを使ったそのユースケースをやってみようとかチャレンジしてみようとかいうもっとビジネスのアイディアに長けた人たちが入りやすい環境になるんじゃないかなと。 というのはすごく思います今、ちょっとその距離感は正直あるかなというところは非常に感じますね、はい、あとはあれですねあのレギュレーションの問題もありますね、日本は特に。そうですね、まあ、あの先ほどのイーザ, <laughs> ザリアムの,あのコミュニティの方もおっしゃってましたけれどもやはりまあ暗号資産っていう文脈でビットコインのコミュニティブロックチェーンビットコインブロックチェーンというとどうしてもビットコイン単体は切り離せない,い,い話でして。 でこれを取り扱うないしはこれに関連する何かとなるとどうしてもあんまりです、ね、世間的に何でしょうものすごくと、まあ、認められているというかです、ね、手放しで何でもやっていいよという状況では当然ないので、まあ、一つ一つ先ほどあの石橋を叩いて渡るというふうにイーサリアムの方は言ってらっしゃいましたが、まあ、それはビットコインでも同じで、えー、ここっていうのがこうアイディアはあるんだけれども本当にやっていいのかなと。 じゃあやろうと思ったときにそれを実装する上での,そのステップが想像よりかかるからちょっとやめとこうかなとかいうちょっとその両面でビジネスが実際世に出るまでのタイムラグがかなりあるかなというのは感じますねはい、はい、ありがとうございますそんな中であの、まあ、海外も含めてですね、まあえっと、試行錯誤しながらその、えっと、ビットコインというものをビジネスに、えっと、していくと。 という流れの中で一つ金融というキーワードが結構最近、えー、よく出てきてるんじゃないかな、まあ、デファイなんかもあのその一種なのかもしれないですけども、えーとまあ、これについてちょっと、えー、触れてみたいと思うんですけれどもビットコインとそのブロックチェーンは、まあ、不可分であるという文脈に関連して、まあ、金融資産としてのビットコインを見た場合 まあグローバルではどのようなサービスが生まれてきていてその金融資産としての発展はまあどの程度まで今、進んできているのかなっていうのはちょっと加藤さんにお伺いしたいちょっとクリプトガレージの仕事柄ですねどちらかというとまあ海外が中心なんですが海外のそういったビットコインを、まあ、技術というよりは金融資産として認識するような方々 と、まあ、触れ合う機会が多いんですけれどもまあちょっと印象として最近すごく強く思うのが。 日本ですと、まあ、ビットコインすごくこう世の中に、まあ、仮想通貨全般そうですけれども知名度はありますと知名度はありますがじゃあ実際にそれをこう取引してみようとかいう方々ってどちらかというと新しいもの好きだったり、まあ、そういったあの FX の延長というとちょっと言葉を選ばずに言えばですねそういった印象というのはまだ拭えないかなとは思いますがかたちょっと海外に出てみると、まあ、最近もニュースでありましたけれども一般的なその企業とかでビットコイン自体を 1まあ一つの,その資産の保有の仕方として選択してみたりとかあとはあの実際にこのデリバティブとかもですね投機的なデリバティブというよりはちゃんとその実需に沿ったデリバティブというのがやはりまああのちゃんと取引ができる環境 方が整ってきてきいるかなと例えば、まあ、マイナーとかよく言われますけれども、彼ら掘ったビットコインどうしたらいいんだろうと、まあ、売ればいいんでしょうけれども、まあ、そのすぐ売って、えー、値上がりしちゃったらどうしようとかですね、売らずに持ってて値下がりしちゃってどうしようとか、まあ、そういったちょっと原始的な悩みをいろいろ抱えてたりはするんですが、例えばこういうところに対して、まあ、いわゆるそのですか、ね、投資銀行的なサービスかもしれないですが、プライムブローカリーサービスというのを再提供し始めて。 でオプション取引で、えー、金利収益みたいなのを上げるようなビジネスモデルを立てたりとかそれもあのいわゆる金融資産としての,この発展もすごく海外では見れるなというところがあるので、まあ、この辺の視点とかその辺の関連するビジネスが、まあ、日本でもおしっかり入ってくるとおちょっとそのですか、ね、暗号資産ビットコインに対しての対処の見方というのも変わってくるのかなというふうには思いいますはいはい、ありがとうございます。 えとそろそろ時間も迫ってまいりましたので、えー、とデ,ィディスカッション自体は、えー、とこの辺にさせていただいて、えー、とでは最後にあのもう一度、えー、とお一方ずつ、あのー、お言葉をいただこうかなというふうに思っております、えー、残り5分なので、まあ、1人1分ずつぐらいありますかね、はいえー、じゃあドレジャさんからお願いします あの先の金融とか関係あるあの最近えっ、ー、と私たちあのマサチューセッツ工科大学の DCI にえっ、ー、とアメリカの中央銀行と一緒にえっ、ー、とえっ、ー、とデジタル通あの中央銀行のデジタル通貨の研究を始めま,ましたえっ、ー、とそれビットコインと関係関係ある関係ないなんかビットコインの 技術を使うかどうかは今決めていますけどビットコインから学んだことをよく話しますでそのビットコインから来るテクノロジーがもしかして、えっと、中央銀行のデジタル通貨になるかもしれないだからそれも、えっと、ビットコイン例えばビットコイン自体に興味ないとかあビットコインはちょっとハッカーのお金とかまあそれ あるかもしれないけど、えっと、ビットコインのテクノロジー、ビットコインの技術であのもしかして、他、えっと、のシステムに来ります。あのじゃあ、でその、えっと、フェデラル・レザーブと一緒に働くのは非常に面白いと思います。でそれあのビットコインも、えっと、どんどん強まる、どんどんいっぱいの研究がある、でその研究も他、えっと、のところに行きますと思います。面白いですねあの ビットコインそのものを使うっていうよりかはビットコインの技術を使って CDBC のプロジェクトに取り組むと、はい、そういう動きも出てきているということですね面白いですねはい、えー、それでは厚志さんいかがでしょうかはいそうですねまああのー、先ほど出てきてたまあシュノアタップルートっていう新しい技術がまああのー、導入が、えー、いよいよあい間近になってきたということでこうビットコインで2017年にセグイットが まあ最後のソフトフォークがされて以降、新しいまあいわゆるコンセンサスレベルの変更っていうのはなかったので、それがいよいよえ間近に迫っているというところが非常にあの楽しみなエキサイティングな年になるんじゃないかなと思います。あと、すごく地味なんですけど、もうすぐですねあのビットコインの,あの軽量クライアントですねスマホとか IoT デバイスで動くような新しい軽量。 いわゆるそういうい軽量デバイス向けの新しいプロトコルですね、そういったのがリリースされるので、まあ、よりあのたくさんの、えー、そういったノードが、ですね、えーまあ、あのノード形態が生まれてくるっていうのは、まあ、非常にあのそういったノードを使って、いろんなエコシステムを組み上げることができるっていう意味では、まあ、あの非常にあの楽しみな技術だなと思っているので、まあ、そういったのを楽しみにですね、今後も開発を続けていきたいと思います。どううもありがとうございました はいあえっ、ー、と先ほどあのちょっとそのギャップのお話をさせていただきましたけれどもあのダイジャ事なとがおっしゃってたそのタップルートマシュノアユーチュリーエクソーとかのそういった新しい技術がコミュニティでどう議論されてどんな過程でここまで今議論が進んでいるのかっていうのをやっぱりまあビジネスサイドもよく知る必要があってそれを分かってるからこそあのビジネスがこう アアイディアとしてて生まれてくるいいう、まあ、そうそったあのですね。でまあ、世の中のビットコインオプテックとかいう団体がありまして、まあ、そこで結構その橋渡しをしていこうっていうそういったあの試みもあったりするのでただまああんまり日本では知られてなかったりもしてですねなのであのやはりまあビジネスをやる方々も何が起きて次何が来そうでその背景ってどんな議論がされているのかっていうのを知,知ろうとする。 いそうようなそのチャンネルであったり、素、ま、人、あ、するような活動というのを、われわれ、これ、自分たちでもよくよくあの内部でも話すんですけれども、やっていかないと、おまあ日本企業として、日本人として取り残されちゃうかもしれませんし、まあ、ビジネスをやる主体としても取り残されちゃうかもしれないと,とこことで、こことの、なんですかね、あの距離感というのを大事にしていくべきかなというのは、本当にえ強く思います。 先生、まあのがちょっと私からも一言だけ、えー、と申し上げたいんですけどもあの、えーとまあ、通常日本のビジネスっていうのはあのいわゆるマーケットインが、まあ、セオリーというかユーザーニーズがあってそれに合ったものを、えー、とどういう形で作るかっていうのを考えてからプロダクト化するというのがまあ、まあ、ごくごく当たり前というか、まあ、そういう常識的な、まあ、セオリーとして、えー、とずっと,、えー、とまあ あの培われてきたものですけれども、えっと、ビットコインというのは実はプロダクターアウトだけのでここまで来たあのものでして誰もビットコインがユーザー欲しいと思ったこともないしあのユーザーアンケートを取ったわけでもないし、えー、ユーザーの意見を聞いてブラッシュアップしたこともそんなにないんですねなのでいきなりその技術者たちが情熱で集まってばっと作ったものが、えー、とたまたま市場に受け入れられたっていうちょっと非常にこう変わった。 えなり立ちを持っているえっとプロダクトだと思ってます。で我々ビットコインの開発とかビジネスに携わるメンバーっていうのもやっぱりそのプロダクトアウトまあ技術者のクリエイティビティみたいなものがやっぱりえっと最大の原動力だと思っていましてもちろんあのビジネスを作っていくビズエブのえっとパワーというものがないとそれはお金にできないわけですけれどもえやっぱりその開発者がえっとどれだけそのに情熱を持って力量を持って能力を振る フルで活用してえっとプロダクトを作っていくかとそれにポリシーがどれだけあるかということがやっぱり今後のビジネスのビットコイン周りのビジネスのキーにもなっていくんじゃないかなというふうには思っておりましてそういったところがちょっと他のまあ何て言うんですかねえインダストリーとは違うえ非常に珍しい側面だと思ってますでそういった意味でもちょっと我々としてもえ同じようなえ感覚を持ってくださるえ仲間が えー、いっぱいいたらいいなと思ってます。なかなかビットコインをやっている会社って日本には少ないので、まあ、えー、ぜひあのビットコインに興味を持たれたら、えー、我々に声をかけていただいて、えー、一緒にまあ研究開発なりプロダクト、えー、開発なり、えー、一緒に協力してやっていけたらというふうに、えー、願っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。セッションは以上になります。 ありがとうございます加藤様、安住様、そしてマサチューセッツからご参加のドレイジャ様、えー、さらにモデレーターを務めをいただきました渡辺様ありがとうございましたえではこれをもちましてビットコインコミュニティパネルディスカッション終了とさせていただきますここで次回のセッションのご案内でございます14時20分よりホール A におきましてはパネルディスカッション STO が開く不動産市場の未来と題してこちらのホール B ではパネルディスカッション国際共同研究紹介セッションと題してお届けをしてまいりますオンライン視聴の皆様方ご視聴いただくセッション会場の URL をご選択いただきご視聴いただきますようにお願いいたしますでは続いてのセッション14時20分の開始の時間まで今しばらくお待ちください